面白すぎるキリン川島のハッシュタグ大喜利3選霜降り明星粗品。説教されているのにめちゃくちゃ言いたそうなことがある後輩。ベトナムのフォワード。カートでマリオに勝ってドヤ顔しているのこの子。破局を止めるため未来からやってきた小栗旬さんと山田優さんの息子。千鳥の上。2世議員のブログのヘッダー画像。卒業式で初めてその存在を知った先生。女性新入社員に何を話しかけてもセクハラと取られそうなので、ただ黙ってみたらそれが一番セクハラとされた社員。金の力で寝返った食パンマン。電信柱に貼ってある尋ね人の写真。宮川大輔。試着を終えたら自分の服がなくなっていた客。リングに上がった瞬間にマスクをしてないことに気づいた覆面レスラー。親戚同士の集まりの時になぜかずっと子供の方のコミュニティにいるおじさん。 VR でアダルトビデオを堪能してゴーグルを外したら目の前に嫁が立っていた瞬間。